クロリン・アンドネは、ルーマニア・ボトシャニ県ボトシャニ出身のプロサッカー選手。ルーマニア代表、カディス CF 所属。ポジションは、フォワード。2005年、12歳の時に、バレンシアに移住。バレンシアの街クラブでプレーを始め、2008年に、CD カステリオンのカンテラに移った。2011年1月のセグンダ・ディビシオン・ビオリュウエラ、CF 戦で、トップチームデビュー。 2011年6月、ビジャレアル CF のカンテラに入団。カンテラのほか、テルセーラディビシオン所属の C チームで経験を積んだ。2013年8月、セグンダ B の CD アトレティコバレアレスに1年間期限付き移籍。2014年6月、コルドバ CF に3年契約で加入。加入直後は B チームでプレーしていたが、11月にミロスラブジュキッチ監督が、 トップチームに引き上げた。2014年12月、コパデルレイ2014から15グラナダ CF 戦、ファーストレグで57分からシスコに変わり、移籍後初出場。セカンドレグで移籍後初ゴール。2015年1月のグラナダ戦でリーグ初出場。同月の SDA バル戦では、試合開始10秒で先制ゴールを挙げた。 2015年10月は4ゴールを挙げセグンダディビジオンの月間 MVP に選ばれた。2016年1月、セビージャ FC、マラガシー F サウソンプトン FC、アストンビラ FC、FC ステアウアブカレストといったクラブからの興味が伝えられていたが、クラブとの契約を2018年まで延長した。4月のヒムナスティックタラゴナ戦で初ハットトリック。 2016年7月、プリメーラディビシオンのデポルティボラ・コルーニャに移籍。移籍金は470万ユーロで活躍次第で30%上乗せされる。8月の SDA バルセンで移籍後初出場。2018年5月25日、ブライトンホーブ・アルビオン FC と5年契約を締結したことが発表された。2019年9月2日、ガラタサライ SK に レンタル移籍することが発表された。2021年8月23日、カディス CF に1シーズンの契約でレンタル移籍をした。アンゲル・ヨルダネスク監督が UEFA ユーロ2016予選、フェロー諸島代表戦のメンバーに招集したが、出番はなかった。6月の北アイルランド代表戦で A 代表初出場。 腕を負傷していたものの UEFA ユーロ2016本戦のメンバーにも招集された。ありがとうございます。